はい、レオンです。今回もね、この Fire 18 Plus 64GB Plus この BOSE サウンドリンクミニ2ブラックカッパーで、この音楽プレイヤー11バンドエコライザーで動画でサウンドテストやっていきたいと思います。はい、頑張るぞと思ってね、見せたくないやつもあるんで、こうやって隠せば、なんか隣の赤ちゃんが泣いてるなと思って、これね、あまり流したくないやつもあるから、これたまに間違って押す時があるんですよ。強く押せないと、ほとんど動画見てるけどね。この子行ってみるか。この高松涼っていうのも、涼、高松凛かな。これ可愛いんだよ、この女も。これもいいっすよ、この子も。よさ、なんかいい子そうで。停止になってるな。あれ、なんでこれ。困るぜ、これ本当に。可愛いな。この女の動画、他にもあったと思うんだけど。2回押さないといけないと戻るの。待ってね。AKB なんかのも流してるかな。入ってるからさ、早いのも絶対流せんからね。誰が言ってんの。これ言ってみようか。エロい顔だわ。顔が、めっちゃ色っぽい顔だわ。この動画あんまり見たことないな。この女のめっちゃエロい顔してるで。これ本当に髪かな。この女めっちゃ長いんだけど、髪の毛カツラかぶってる女もいるからな。結構女って嘘つきの生き物だからさ。この動画ってねえかな。超エロい顔だ、ほんとすげえわ。この女も今
今の女のこの動画見たことないんですあんまり。俺のお気に入りでおかん、この女も。これ真夜中絶対流せないからね。歌謡曲って前あったでしょ、江角真紀子とあの中居が MC やってた。 AKB が本当にね、今もう人気ないんだけど AKB、 下火なんだけど、かなり前本当にね、これ2012年ぐらいだったかな、放送あの時も AKB の本当にすごかったからね、全盛期だったから、AKB の番組なんか結構多かったからね、結構録画してるんですよ俺、トルネにめっちゃいっぱい、あの AKB んごなんかもめっちゃいっぱい録画してるんですよ。これ絶対火曜日これ流せんからね、チョコの奴隷、これ SK48 とか M ステのね、光る者たちとかも絶対流せんから、もちろんこれ行ってみようか、東京オートサロン引き地ゆみっていうの、これはいつも右のこの女のなんですけど、この女のこの動画ですね、このいい女だな、美人だよな、これこの女は可愛い系だけど、こっちはもっと美人系ですよ、この女の動画はないな、可愛い系はな、人によって違うんだよ、男の男によって好みが、女の顔の好みが、左がいいっていう人もいるしね、真ん中がいいっていう人もいるし、この右がいいっていう人もいるし、ウエストがめっちゃ細いな、しかしな、俺でもやっぱこの右の女が好きなんだよな、あの猫顔の、この女も美人なんだけど、一発させるんだったらやるけどね、もちろん、まあ、エッチなあれだったんだけど、こうやって動画のサウンドとしてって真面目な話ばっかりしてつまらんでしょ、だから俺ちょっと AK なとか言ってるんだけど、男はみんな同じことしか考えてないから、好みなんだよやっぱり、美人なのはこっちなんだけどね、真ん中のこの女、引き地由美っていう女か、うん、ちょっと飽きそうな顔してる、なんか綺麗だけど、こっちは美人なんだけどね、俺右が好きなんだよな、あの猫顔がなんて見えない、終わりだ、戻る、こ戻る2回押さないといけないから、まあ、さっきも言ったんだけど結構めんどくさい、1回で戻れないとね、ちょっと流したくない、見せたくない、サムネ自体の見せたくないやつがあるから、これだいたい流してるけどね、もうね、あんまり長いやつは、韓国のコンポニオンなんかもあるんだけど、これ行ってみるか、これも流したことあると思ってるな、このエロ演技はこの顔が、BGM がダイナミックな、Bサウンドいいですね、こういうアップテンポの曲はね、低音って強いから、この BOSE に合ってるんですよ、 BOSE 重点を聴いてるからね、
JBL とあの低音違うんですよ。 JBL はね前に押し出す重低音なんですよ。低音の人ドンドンドンって感じなんだけど、このボーズは深みがあるズドンズドンって感じなんですよ。これ好みなんだよ。どっちがいいか悪いかっていうのは決められないんで、好みがあるから、まあ、どっちも好きなんで俺。ボーズも JBL も重低音に定評のあるメーカーなんでね。このままで、このままの動画待ってると思うけどな。今のすれ違ちょっと通りすがりの女の、もっとコンパニアの動画増やさないといけないね。あの NCS の曲もなんだけど、 NCS の曲めっちゃいっぱいあるんですよ。こういったコンパニアの動画なんかも多いんだけど、 NCS のね曲めっちゃいっぱいあるんですよ。いろんな DJ がね上げてるんですよ。でチャンネル登録してるんですよ。あこれってあこれさっきの女のだな。今のすれ違ったやつの安田愛っていうのはこれだ。この女だ。今すれ違ったこの女だよ。この動画俺全然見たことないな。あこれあの別のここに右にいる女の動画、さっき HD5HD10 で撮ったんだけど、動画サウンドテストやった時に流してたんだけど、この右の女のやつ、左のこの女のまだ全然見たことないんだけど、さっきこういう HD10 でね動画でサウンドテストやった時はこの右側にいる女性の動画だ流したんだけど、透けてるスケルトンだよ。すごいよ、ケツが見えてるわ。これ左の女のも多分あるんだろうな。ちょっと探さないといけんな。これプレミアムギャルズっていうあれね、そのチャンネルねえかな。これいいのだな、これな。美人だな。これね、とってもタイプじゃないけど綺麗だな。こっちの方が好みなんだ。映らない。あ、これいいな、こんなもんな、ショートで。みんな美人じゃないの。こんなのもいいな。美人じゃない。俺あんまり美人好きじゃないんですよ。可愛い系が好きなんで。こっちいいな。こんなの。探さんといけんな、こんなの。ショート好きだから終わりか。あ、ちょっとこれ流せよ。伸び坂なんか絶対無理だよ。寒い。この一瞬のあれでもまずいっすよ。13分、もうちょい流すか。今一瞬制服のマネキンと何度目の青空かとか帰り道は遠回りっていうのをやっちゃったんで、もう絶対流せんから。とは、サムネでもあんまり見せたくないやつもあるから。ちょっと遠い明だけやっておろうかな。ってよ、これはいいんだけど長いんだよ。これ言ってみようか。高松凛っていうの、その1、コンパニオン高松凛その1、最強のくびれダイエットの、さっきも流したんだけどあれとはまた違うんですよ。
あ、さっきは可愛い感じだったんだけど、今度色っぽい感じで。あ、これ3つあるんだよな。これともう1つあるんだよな。この BGM もよく流れるね、他の動画でも、他のコンパニオンの動画でも。遠いアキラの、ね、動画もこの BGM じゃなかったか。可愛いんだよね、この女。この女レースクイーンだと思うんだけど、可愛いでこの女。エロい顔するじゃん。最強のくびれってタイトルつけてるの。すごいよな、本当にくびれがな、雷神並みじゃないか。もうちょい終わりか。めっちゃ浴びてるな。もうちょい終わりだね。あと一本ちょっと流して終わるか。あの遠いアキラの顔アップってやつちょっとやって終わろうかな。何分なんだよな。18分。ちょっともっと撮りたいんだけど、動画の時間がね長かったらそれだけデータ量増えて、あの今 iPhone8 で撮ったんだけど、64GB なんだけど、ちょっともう50何ギガかいってるんで、長かったらちょっとあれなんで、もうあと1本ぐらいにして、顔アップのどれだったかな、もっと上だったかな、もっと下か、あれあった、これだ、遠谷明顔アップ、1分39秒。これいってみよう。これは BGM ないんだけど、顔アップなんですよ。あのいつも見る動画があるでしょ、こうやって同じあれなんだけど、別の人が映ってるんですよ、顔アップで。この俺のお気に入りのこうやって顔アップ、めっちゃ顔アップ撮ってるでしょ、めっちゃいい女の子、超モテるな。この女めっちゃ好きなんで、超タイプな女なんで、俺の一
番のお気に入りの女なんで、めっちゃいい女だよな。めっちゃ超マグいでしょ、そのいい女でしょ。めっちゃ俺この女好きなんだよ、お気に入りなんで。綺麗だよな。今回はね、この FireHD8 プラス 64GB にこの BOSE サウンドリンクミニ2ブラックカッパーでこの音楽プレイヤー11番のイコライザーで動画のサウンドテストやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。サムネ用でこれちょっと撮るんで、だから今ちょっとスライドさせたんですよ、これでアングル。はい、また FireHD8 プラスにこの BOSE サウンドリンクミニ2ブラックカッパーで曲とか動画の、今回の動画みたいに動画のサウンドテストやるんでね、よろしくお願いします。はい、失礼します。